え、長崎大学の坂本です。えっ、ー、と、今回の講義では、変形性膝関節症に痛みに対するリハビリテーションアプローチについて、えー、まあ、痛みを生み出す神経解剖、それから生理学ですね。それを元にした、えっ、ー、と、痛みの病態。 そして病態仮説に基づくリハビリテーションアプローチの実際についてお話しさせていただいております。特に神経解剖神経生理学はなかなか学部教育などでは学ぶ機会も少なかったところもあるかと思いますし、そのあたりは深掘りして少しお話しできていますので、 参考にしていいただければと思いますまた痛みの病態に関しましても、えー、と基礎的な知見も踏まえてお話ししておりますので、えー、とそのあたりもまあ見どころになるかと思いますので、えー、ぜひ臨床の一助になればと思いますどうぞご期待くださいよろしくお願いします えー、長崎大学生命医科学域保健学系の坂本淳也と申します。えっ、ー、と本講義を担当させていただきます。えっ、ー、と今回は変形性膝関節症の痛みに対するリハビリテーションアプローチということで、まあ、痛みに関することを中心としてえっ、ー、と講義を進めさせていただきたいと思います。はいそれでは早速ですけれども進めていきたいと思います。えっ、ー、と本講義、えー、講演となっておりますけど講義ですね講義の内容になります。大きくえっ、ー、と三章を作っております。えー、まずはじめに。えー 関節痛の病態理解に必要な神経解剖生理学ですね、えー、とこちらはまあ学部の時代に皆さん習ったことも含まれるかと思いますけれども、まあ、もう一度痛みを理解する上で必要なまあ神経に関する解剖学それから生理学2つ目第2章としましては実際痛みに対するアプローチになりますのでどういった病態が痛みに関わっているかっていう点について、えー、と解説していきたいと思います。 はい、そして、えー、と第3章では、えー、病態を踏まえて、まあ、どういうふうに介入戦略を考えていけばいいのか、えー、と具体的な症例も提示しながらこの点について解説を進めていきたいと思います。はい、では、えー、と早速ですけれどもまず第1章の方から、えー、と話を進めていきたいと思います。はいえー、とまず先ほども言いましたけど関節痛の病態理解に必要な神経解剖生理学ですね川添先生はこちら学部時代に習ったことは あるかと思いますけれどもそうですねただもうあのあの学生時代のところなので改めてちょっとまた勉強させていただければと思います。はいえーとまあ、復習に関する内容も含まれるかと思いますけれども進めていきたいと思います。 えっと、今日は、えっとまあ、膝変形性ひざ関節症ということでひざ関節に関する内容を中心に話をしていきたいと思います。ということで、えっと、画面提示しておりますけれども関節法特にを含む、まあ、関節を支配する末梢神経を関節子と呼びます。これは、まあ、肉眼解剖での呼び,、まえっと、呼び名になりますけれどもでこの関節子に関しましては、えっと、ヒルトンの法則と呼ばれるような法則があります。 ここですねちょっと上になりますけれども、はい、でどういう法則かっていうと関節に分布する神経はその関節を動かす骨格筋に加えて その骨基金群のの群関節付着点を覆うう皮膚ににもも分布しているっていうものになります簡単に言うとひざ、えー、関節を支配している、えー、関節肢を、えー、とこちらは提示しておりますけれども、えー、と向かって右側が、えー、とこちら側が前面ですねそれからこちら側がひざ関節の後面になりますけれども、まあ、大きく、えー、とまず前面の方を見ていただくと外側抗菌腫や中間抗菌腫それから内側抗菌腫といったものがありますね。これらは、えー えっと、こういった大腿四頭筋を構成する外側抗筋であるとか内側抗筋といったものを支配する筋子の一部が分かれて関節法に入ってくるということを意味しています。それから副材神経ですねこれ大腿神経から分岐してひざ関節の内側を加工して、まあ、硬いそれから側杯まで伸びていく神経ですけれどもこの副在神経からも枝が伸びていって関節法を支配していきますよということになってきます。でこうういったように えと膝関節であれば膝関節を動かす骨格筋に分布する神経が関節法にも来ているそれから膝関節をの周りを支配している皮膚ですの皮膚を、えー、と支配している、まあ、副在神経の枝なんかも入ってきていますよということを、えー、と意味しています。ということで、まあ、関節子ですけれども肉眼レベルでは骨格筋とか皮膚を支配しているような神経というのも、まあ、同じ束の中に入ってきているということが、えー、と分かるかと思います。 それからもう一つちょっと関節腫の中で大事な点になりますけれども、えっと、関節腫これが脊髄へ入る場合には、えっと、二分節以上に及ぶとといいうことが言われています、えっと、つまりこの膝関節の場合であれば、えっと、およそ L の234といった大腿神経が支配するような形脊髄レベルになってきますけれども L の3だけとか L の2だけではなくてこの234に加えてその上 L の1とか th の1とかいったところにも及ぶということになってきますので膝からのえっと情報が 非常に広い範囲で脊髄に入力されるということが、えー、と分かっていますこれが、えーとまあ、膝関節を支配する末梢、まあまあ、神経特に感覚神経ですねこれの特徴となってきていますで、まあ、これ最後の方でまたちょっとお話ししたいと思いますけれども、まあ、こういったような解剖学的な特徴というのが、まあ、膝関節を中心とした痛みに、えー、深く関わっているということが言えます そして、えっと、膝関節に分布する感覚神経の受容器ですね。先ほど見ましたように、まあ、感覚情報を伝える神経になってきますので、まあ、いろんな受容器があることが言われています。で、膝関節を支配している感覚神経の一番末端ですね。あのいろんな刺激を受け取るところが、まあ、受容器になりますけれども、大きく4つあると言われています。 で、まず1つ目がタイプ1と呼ばれるものでえ、繊維性関節包の外装ですね。えっと、ここに膝関節の模式図があります。上が大腿骨で下が脛骨になってきますね。それでええっと、その周りにこう関節包がここにこうあります。けれども、この外側に位置しているもの、このイラストでいくとえっとこの辺りになってきますね。ここねで分布しているものがタイプ1の受容器ということでまあ、そのえっと典型的な。 形っていうのがこういうふういいふに提示されていますでこちらはまあ聴力変化を感知するような受容器と言われていて低域値でかつ低速度の動きを感知するといったような特徴があります。で、まあ、これらはえっと熟作は有水いわゆる有水神経になっていて電動速度が比較的速いものというふうに言われています。それから2つ目がタイプ2と呼ばれるものでこちらも えー、繊維性関関節節をを支配してておりまますすすけれれども膝関節をここのの部分ですねこれのやや深層に入ってきます先ほどのタイプ1が少し外側にありますけれどもそれより少し内側深いところに入ってくるというふうに言われていますでこの、えー、とタイプ2の受容器も基本的には聴力変化を感知するもので先ほどのタイプ1との違いはここですね高速度の、えー、と機械的刺激を、まあ、感知聴力を、えーと 感知していいくということで、まあ、簡単に言うとひざ関節の速い動きに対するまあ機械的な刺激、聴力変化を感知するようなものになってきます。で先ほどのタイプ1よりも、えっと、速い電動速度を有する溶髄神経というふうに言われています。で伝えられますね。なのでまあこれらはえっと分布している位置からもわかるようにひざ関節の動きっていうものをまあ伝えるような受容器というふうに考えられるかと思います。 3つ目がタイプ3と呼ばれるものになりますけれども主に人体や腱の末端に分布すると言われています、えっと、こちらの図ここにこう室外人体が模式的に描かれていますこれ多分分かりやすいように、えっと、真ん中に書かれていますけれども、まあ、基本的には人体や腱の末端に存在するというふうに言われていますで比較的こう枝分かれの激しい、えっと、形状になっておりますけれども、えっと、こちらは広域地ですねつまりかなり、えっと 刺激が入らないと反応しないといった特徴があって、かつ動き自体はゆっくりとした低速度で反応していくものと言われています。で、有髄神経の軸索を持っていて、えっと、電動速度もっえっと、かなり速いということが言われております。で、まあ、えっと、分布している位置からして、いわゆるこれがまあゴル事腱器官というふうな形で、えっと、理解されているというところもあります。はい。 で4つ目がタイプ4と呼われるものでこれは関節構成体全般に分布していると言われていますいわゆる、えっと、この形になってきますねえっと枝分かれがまあ乏しい先ほどのタイプ3と比べるとまあ乏しいような状況ですけれども、はい、これがタイプ4の受容器でこれが主に侵害需要を、えっと、になっているというふうに言われていますつまり、まあ、関節に関わ加わってくる、まあ、痛みを感知するような受容器ですねで えっと、この受容器の軸索は、まあ、有髄神経のものと無髄神経のものたり先ほどの、えー、聴力変化とか機械刺激というものを感知する受容器が、えっとえっと、くっついている軸索と比べると、まあ、電動速度がが非常にに遅いっていうのが特徴になってきますねでこのあたりが、まあ、いわゆる関節の痛みを伝えていくような、えっと、感覚神経の受容器になってくるというふうに言われています。